よくなんかあのボリューミーかわいいかわいいファーストフードがかわいい月20くらい20すごい金ないからHey guys, it's Cat the Cat, and today we have hit the streets of Tokyo to ask the Japanese people what burger restaurant they prefer. Is it McDonald's, Burger King, or Wendy's? Let's go and ask Japanese. Don't forget to subscribe for more stuff from Japan, and let's go and ask them. Which is the best burger place? McDonald's, Burger King, Wendy's. さあ、どっちの方が好きでしょうか? マクド、バーガーキング、ウェンディーズ。いやー、いい感じイエーイおー、せーの、お、100やん、6 points for McDonald せーの、おー、バババ、バーガーキング McDonald's。 お腹ちょっと空いた時にはどっち行きますか？お腹すいたらマック。お腹空いたらマックけどバーガーキングは魅力なんかボリューミーかわいい。かわいい。ファーストフードがかわいい。初耳。マックより映えるみたいな。マックよりかわいい。かわいい。かわいい。バーガーのどういったところがかわいいんですか？インスタ映えですね。インスタ映え？色合いがかわいい。インスタ映えとか。バーガーキングはインスタ映えするんですか？マックより。マックより、マックよりは。どういったところが違うんですか？ボリューミーで、こういろんなもの挟まってるんで、結構。紙とか。あと、バーガーキングはあんまり有名だけど、日本の人はマックの方が食べる人多いから、バーガーキングの方が珍しい。ちょっと珍しい、なんかないもの価値観みたいな。そんな感じです。バーガーキングどのバーガーが一番可愛いですか？全部可愛いよ。全部可愛い。じゃあマックとバーガーキングの好きなメニュー両方聞いてもいいですか？マックはあのチキンチーズバーガーが好きです。なんか美味しそう。テリヤキバーガー。マックはテリヤキバーガー。よし、じゃあマックのいいところは？マックのいいところ、ハンバーガーが安い。ああ、安い。やっぱ安さが売りなんじゃないかなと。安さですね。100円で食べれるってのがいいですね。ビッグマックセット買うならハンバーガー6個買った方がいいかなみたいな。確かに結構食べる人派には。そうですね、お金ない人には。で、なんかマックの好きななんか食べ物とかあったりしますか？ちょっとだけお金があるときにはこれにするとか。ちょっとエビフィレオとか照り焼きとかですかね。エビフィレもしかして海外にないような気がしますね。日本全限定メニューだと思います。すごい。じゃあ海外行っても食べれないってことでしょ？ドイツにはなかったです。その季節限定じゃねえけど限定ものが好きですね。ああ、じゃあ今しか食べれないみたいな。今しか食べれないからこそ、ね、じゃあおすすめのメニューは？これはチキンクリスプですね。チキンクリスプ、あれが 100円で本当にいいんですよ。何の時にマックに行きますか？でも充電できたり、なんかパソコンで作業したりとかするのには結構便利ですよね。レストランで一番どれがあるんですか？どれよく見ますか？よく見るのもマックですね。マック、バーガーキング、ウェンディーズみたいな感じの順番でよく見ます。そうね、月何回ぐらいなマック行きますか？めっちゃ行くみたいな。もうほぼ毎日行ってたもんね。月20くらい。20! すごい。金ないから。ハンバーガーとチキンクリスプ一番頼んでたんですね。一番頼んでましたね。昼休みになればマックみたいな。そんな感じでしたね。お昼休み1回ぐらいって。お昼休み行って放課後また行ったりもしてたから、多い時は2回とか行ってました。結構行けましたね。はい。おまあマックを選んだので理由は何でしょう？ポテトが好きです。バーガーよりポテトだ。そうですね。マックのこだわりのメニューは？ナゲットです。頼むなら何個ぐらい頼みますか？10個ですね。ナイスナイスナイス。6個やなんか、なんかそれより少ないのも物足りないですよね。物足りないです。何派ですか？ソース、バーベキューです。そのポテトと一緒にソースとか使ったりしますか？あ、はい、たまにマスタードですね。
はい、じゃあそのマックの他の便利なところあったりしますか？あ、宿題できたりします。よくやります。どうでしょう？あ、勉強ができナゲットとポテトフライ。あれ2人ともサイドみたいな感じなんですけど、メインがないですか？あのハンバーガーも好きです。あ、その普通のハンバーガーですか？あ、チーズバーガーです。チーズバーガー派ですね、はい、どうですか？チキンクリスプです。なんかチキンが好きですね。はい、チキン大好きです。月何回ぐらい行きますか？うーん、2回ぐらいですね。3回ぐらい。チキンナゲット美味しいんだもん。マックはだいたい月何回ぐらい行くんですか？月2回、1回に。じゃあそこで何を買いに行きますか？何が？ポテト。サイド派メインではなくバーガーではなく。ポテト食べます。安くなってる時にポテト食べます。なんか好きなバーガーとかあったりしますか？バーガー、フィレオフィッシュ、エビエビ。なんか日本にしかないらしいですよ、エビバーガーが。そうなの？前になんかめちゃくちゃ高い1000円のハンバーガーみたいなのがあって、なんかそういう面白い企画をやってほしい、もう一回。肉が何個ぐらいが入ってたんですか？肉だ、4枚。そうですね、話題性みたいな。バーガーキング、珍しくバーガーキングできました。もうウェンディーズ一点も入ってないんですけど、バーガーキングの美味しいところは何ですか？バーガーハンバーガーが美味しい、他より。どういったところが違うんですか？肉？肉の量が違うんですか？味が違う？味付けですね。バーガーキング、まあバーガーのキングだもんね。そうですね。バーガーキングはだいたい月何回ぐらい行くんですか？全然行かないですね。ないです。好きなのはあったら行くみたいな。東京に少ないんですかね、バーガーキング？少ないですね。この中で一番どれ見えるんですか、道とかで？やっぱマックじゃないですかね。どこにでもあるし。せっかくなんでマックのいいところ。マックのいいところ、値段安い。でもバーガーキングの方が安いか、値段は。マックは慣れ親しんでる、ちっちゃい時から食べてるんで、どこにでもあるし、安いし、行きやすいですかね。マックに行くとよく何頼みますか？私、照り焼きバーガー頼みます。だから絶対クーポンあるんですよ、だからそれで買ってます。クーポンない時はどうしますか？あ、でもない時も行っちゃいますね。小さい時から食べてるって言ってるので、なんか学校帰りとかそういう感じですか？そうです、学校帰りもだし、本当デートとかでも結構行く。だからお金そんなに学生なんでないんで、安く済ませようって時は行きます。マックですね、大体。そうですね、なんかウェンディーズ1個も入ってないけど、その理由は何だと思いますか？見かけない、あ、すみません、見かけないです。全然あんまり見たことない、行ったことがないです。行ったこともないです。ないです、ないです。バーガーキングはあるんですけど、ないですね。はい、皆さんありがとうございました。じゃん、 McDonald's、 Burger King、 Wendy's、 Which one wins the race? Definitely McDonald's. You can see most votes. Wendy's didn't even get a single one. That's because you don't really see that many Wendy's here in Japan, and Burger King from time to time, but it is kind of rare to see it. McDonald's, however, you see it at pretty much any major station around certain areas of town. And the crowd prefers McDonald's too, apparently, because I guess lots of people leave the litter outside andthey actually pick a little bit at the fries. But on that note, actually, there are some chains that are Japan only, which is Freshness Burger and Mos Burger. So if you come to Japan and you feel like having fast food, but you don't want to eat what you actually can get in your country, those might be two places you want to check out. Freshness Burger has really nice salads on their burgers, and like the name says, tastes a bit fresh. So maybe a thing you might want to try when you come to Japan. McDonald's was actually struggling a lot in Japan because even though their Happy Meals and their general meals are cheap,General Japanese food is cheaper, so for about 500 yen you could get, you know, a bowl of rice with meat or stuff on top. So McDonald's struggled for a while to actually keep their space in Japan. Recently they have invented new business strategies and claimed back their fame and are doing quite well right now. So that's it from Japan today. I hope you enjoyed this video.
The bird did actually enjoy the video, and I hope to catch you soon for another video on Ask Japanese. Don't forget to subscribe so you don't miss our future videos and click on the notification symbol, because not all videos that we send out get recommended to you, so make sure that you get to see them. I hope you have a great day, and I'll catch you soon on Ask Japanese. Bye!